これは BBT と日本財団などが進める海と日本プロジェクト in 富山県の一環で、学習帳の制作は今年で5年目です。今日はプロジェクトの実行委員会のメンバーが県庁を訪れ、贈呈式が行われました。推進リーダーを務める BBT の南條早紀アナウンサーから、県教育委員会の荻野芳子教育長に昆布学習帳が手渡されました。昆布学習帳はおよそ50ページで、左のページには昆布と富山の歴史や昆布の特徴などがイラストや写真を交えてまとめられていて、右のページには子どもたちが自分で調べたことなどを書き込めるようになっています。また海洋ごみの問題や資源保護についても取り上げていて、今年初めてウェブで見られるデジタル版も制作され、映像や音声でも学ぶこともできるようになりました。子どもたちにはこのノート学習帳を使って、富山の自然、海、また食というものも含めて、ふるさとへの理解、愛というのを深めてもらったらとても嬉しいというふうに思っております。この学習帳は県内すべての小学5年生8230人に配られ、夏休み中の来月には昆布学習帳を使って体験学習ができるイベント、昆布学校が富山市の岩瀬カナル会館などで開かれることになっています。海と日本、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。